まあ、仕事帰りパッと見たら電車で、だろ電車で、だろ電車で。あ、俺喋ってこいな。うん。うん。なんもなかったよ。いや、違う。なんもないってよりも、飛び吉、勇士って舐めてから、あいつがあったら殺すって言っといて、もう電話して、今すぐ電話して言っといてとか、なんか。ああ、勇者切られてもあいつ。あ、そうなんだ。だって、はったりじゃん。いや、で、自分で電話しろよって言ったらさ、うん。いや、着拒されてるから電話できない。だから、まあ、分かった。機会があればいいけど、俺はそういうの入りたくて。うん。俺もちょこっと喋ったけど、あ、ムカついたらもうやっちまうわって。あの、うちの、もういや、兄貴とかで一緒に行って。揉めんなら揉めてやっから俺だよって。みんな、ユージのこと嫌いみたいな。あ、もう、合わないもん。よしこは。じゃあ多分、警視庁とか、ジマ来て、うん、また聞いたら大変になっちゃう。そうだね。いずれやられるよ、うちらに。うん、何かしら理由で。て、う、め、ん、田中この野郎になっちゃう、多分。自分をカッコつけようとするのがさ、もう見え見えだから切り替えんだ、あいつか。そう、もうそういうさ、この KGB 以来のさ、うん、そういうトラブルを見てるからさ、うん、他のトラブルっていうのが、まあ、気にならないんだよね、もう全く。うん、そうだね。あの、そう、他、こっちの問題の方がやっぱさ、もう、うん、みんなつわものぞろいでしょ。うん。それ実際にさ、黙ってれば揉めねえけど、黙ってねえんだとこっちはガンガン揉めんとこの野郎って感じだからさ、俺には勢いがあるんだよって。バンバンやっちまったこの野郎ってなっちゃうから。そう、うん、まあね、まあでもそう、まして後ろボスはもう持ってきてるし、まあ、そういう話もしてるから俺が。そう、徳の兄弟なんかも一緒にスパーリングやりましょうなんて、この前みたいな話になっちゃった場合、うん、徳とやったらもう相手怪我しちゃうからね。うん、うん、そうだね。だからそう、そういうのもちょっとね、ああ分かった分かったで流すのもやっぱ大人としての配慮だと思う。豊はビッグネームなんだからさ、いやいじめるよ。いつ冗談冗談だって大関には何もできねえじゃん、あいつ口だけで。ああ、ちょっと待って、豊は長いって言われちゃった、後でまた電話する。うん、うん、はい、はい、ゆうじはゆうじ頑張ってるし、うん、悪口って言ってる意味は俺の中ではない。ああ、ゆうじとケイさんも見ましたよ。それ喋ってあるね、ピーが出てたけどね、俺の会話で。はい。